うん、自分を一番大切にした方がいいと思う、何事にも、ね、例えば少年、小学生から中学とか高校もそうだけど、うん、無意識にこうあんばいを気にしないことしないけど、うん、自分が一番楽しいと思える瞬間を作るためにあんばいを作る、うん、難しいけどね、俺の考え的にサッカーを考えすぎると特にプレー中でも良くなくなるし、うん、それを実感するから、できるだけサッカーの時に考えないように普段から何も考えないように過ごすとか。なるほどね、少しね、自分が一番輝いてる瞬間を覚えてそれをするためにその逆感を作っていく、うん、ルーティンみたいな感じ、まあ、ルーティンもそうだし、別にルーティンとして作る必要もないけど、自分を持っていけるために、その瞬間のためにどういうことをするかっていうのがいい。